今日は韓国の激辛プルタクポックンミョンで大食い企画やりたいと思います。もうどっちかというとね、お腹の心配よりもね、辛さが怖いなんか辛さとの戦いになると思いますが、まあね、ちょっとせっかくなんで全種類食べたいと思います。はい、今回準備したのがまずこちら、プルタクポックンミョン、一般的な一番普通のやつですね、オリジナル。そしてマラープルタクポックンミョン、中国で最初に販売された結構ね、中華風の香辛料の効いた辛いやつですね。一時期これ出た時は4倍辛いって言われてたやつです。で、はい、私の一番お気に入り、カルボプルタクポックンミョン、カルボナーラ味のカカオフレンズとコラボしたやつ、今回は用意しました。で、チャジャンプルタクポックンミョン、チャジャン麺をイメージしたプルタクポックンミョンですね。はい、でこっち、カレープルタクポックンミョン、カレー味のプルタクポックンミョンです。これ何気に私好きです。そしてチーズプルタクポックンミョン、プルタクポックンミョンの中では辛くないってよく言われるチーズ味です。そして最後がケプルタクポックンミョンの新バージョンの方、もっと辛い方ですね。これが激辛のやつです。でね、本当は、汁ありのプルタクポックンミョンもあるんですよ。でもね、あれはね、お皿にデコレーションするときになんか汁ありだからもうめんどくさいなと思って、あれは省きました。はい、とりあえずこの7つでいきたいと思います。じゃあ早速、全種類作っていきます。はい、プルタクポックンミョン完成しました。もうね、混ぜる作業で検証になるかと思ったらめっちゃ手痛かった。しかもね、思ったのが、今回ね、初めて全部ね、いっぺんに作ったんですけど、プルタックのね、赤いソースが一個一個ね、色違う。全部同じだと思ってた、元のベースは。あのね、特に違ったのが、このね、チーズ味。チーズ味はもう完全にね、色がね、ソース赤色。で、他のやつはちょっとドス黒い、赤黒い感じなんですよ。で、今回作ったのが、まずこっち4つ。チャジャンプルタクポックンミョン、マラプルタクポックンミョン、カレープルタクポックンミョン、普通のプルタクポックンミョン。2倍辛いプルタクポックンミョン、カルボプルタクポックンミョン、チーズプルタクポックンミョンです。で、今日はね、これ、コンビニで買ってきたオークスヨン茶、トウモロコシのヒゲのお茶です。じゃあ食べていきます。いただきます。まずね、これ普通のプルタクポックンミョンからいただきます。これが多分一番オリジナル、多分ね。ちょっと2倍辛いのとどっちだか分かんなくなっちゃって、多分これが普通。辛っ。これ2倍かな。辛い。待って、こっち、こっち普通のプルタクポックンミョン、これ2倍だ。すっごい、普通と2倍こんなに違うんだ。見た目全く一緒なのに辛っ。2倍食べた後だとこのもう普通のやつが甘く感じる。全然辛くない、なんか普通の辛ラーメンみたいな感じに感じる。でもね、美味しいわ。2倍ちょっと行き過ぎだな。やっぱ普通のオリジナルが美味しい。めっちゃ激辛なのかもしれないけど、もう激辛に感じない。しかもね、お腹空いてたせいか普通に美味しいわこれ。ちょっとカレーいこうか。私ね、結構カレー好きなんですよね。あ、カレー味美味しい。昔懐かしのね、給食に出た甘いカレーみたいな感じ。まあ激辛ですけど。っていうかね、これ本当のこと話すと、これ実はね、カレーのやつの麺じゃないんですよ。激辛の2倍辛いプルタクポックミョンだけ袋麺なんですけど、そっちの方の麺にね、かけちゃった。カレーを。だから2倍辛いやつとね、麺が逆になってるんですね。っていうかね、わかった。袋麺のやつにすると麺がね、もちもちになる。これ単純に2倍辛いやつがもちもちなんじゃなくって、袋麺だからね、ちょっと普通に自分で茹でるんでね、もちもちでね、太麺になりました。これね、好みに分かれるな。もちもち太麺もすごい美味しいんですけど、私はやっぱりこのカップ麺で作った方のね、細いね、ちょっと硬いぐらいの麺が好きですね。うん。てかね、カレーが美味しい。これ
ね、マラプルタっぽく、マラも好きなんですよね。4倍辛いって言われてますけど、言うほどね、辛くないです。結構ね、香辛料が強いんですよ。もうね、なんか中国系の独特な香辛料。それがすごい美味しいんですよね、マラは。あ、やっぱマラ久しぶりに食べたけど美味しい。一番香りがいいのはマラだな。マラいける。スヨン茶美味しいわ。うわ、もうマラと普通のプルタクポクミョンが混ざってる。唇痛いな。これね、口の中っていうか唇が痛いんですよね。じゃあ次、これね、チャジャンプルタクポクミョン、チャジャンです。韓国で人気のね、あの黒いソースの中華。すごい、なんかもう一つだけ、これもう完全に焼きそばみたいな焦げ茶色です。甘っ。チャジャン麺のね、香ばしい香りと甘さが、しかもね、チャジャンプルタクポクミョンが一番具材がいっぱい入ってるんですよ。この火薬、人参とかね、ちょっとネギっぽいのとか、お肉とか。これいいですね。まあ大食い企画なんですけど、全部比較できますね、いっぺんに食べるから。待って、チャジャンちょっと大切に食べたいかも。甘くて他のとね、お口直しになる。チャジャン美味しい。多分ね、他のと一緒に食べるから美味しいんだ。チャジャンのプルタクポクミョンだけ食べた時は、いや、これだったら普通のチャジャン麺のインスタントがいいなって思ったんですよ。でもね、他の激辛と合わせるとこれが甘いから美味しい。よし、ちょっとカルボ行こうか。カルボプルタクポクミョン、カルボプルタクポクミョンは麺が太いんですよ。これが結構特徴でね、2倍辛いやつがついてきてますね。ちょっと2倍辛いのはちょっと分けて食べたい。カルボは好きなんでね、美味しくいきたい。私が一番好きなのがカルボなんですよ。美味しい。なん、カルボダントツ。もうほんとね、カルボナーラソースみたいな味がする。なんか私は一番カルボプルタクポクミョンが辛くないと思ってます。美味しい。またね、平打ちのね、結構ね、弾力の強いもちっとした麺だから、パスタ感が出てるというか、本当にカルボナーラ的な感じ。ほら、ピーチの火薬、かまぼこですね。やばい、カルボプルタクポクミョンあっという間に食べちゃう。ちょっとこれカルボプルタクポクミョンもあとこんだけしかない。やっぱ美味しいやつね、進む。これなんだっけ、あ、チーズだ、チーズチーズ。ほら、あ、だって色が違うもん。これね、ちょっとね、鮮やかなオレンジ的な感じ。わあ、チーズチーズ。チーズの風味する、チーズの風味するし、やっぱりだ、他より辛くない。ソースがだって色違ったもん。あ、でもチーズはね、でももうちょっとチーズ感欲しいな。チーズの粉2倍欲しい。お茶じゃなくてコーラにしたらよかったかな。なんかコーラ飲みたい気分。辛いものはね、バーッと一気に食べちゃうのがね、いいんですよ。もうね、時間空けると痛いから。ちょっと甘いのいこう。まだこれがいける。
やばい、今ね下に来てる。はあ、もう全然お腹いっぱいじゃないの、食べれない。どうしよう。ちょっと普通のやついくか。多分普通のプルタクホクミョン食べきった。このままマラ行こうか。マラ、マラ辛くないの全然。あれ、マラね香辛料の感じでちょっとタイ風ですね。タイの味の方が私は濃いかなって思います。辛っ、やばい、どうしよう、コーラ飲みたい。おいしい、コーラ。ここへ来てのコーラめっちゃおいしい。甘いのが、甘いのが助かる。マラ行こう、もうマラ食べきろう。カレー、もうカレー全然辛くない。むしろもう優しい味だ。一山乗り越えた感がある。あの一皿食べたからじゃなくって、あの一個一個味見していった最後にチーズプルタクポクミョン食べた後にね、なんか舌がねもうビッビリで本当に痛かってね、もううってなるぐらいの痛さだったんだけど、なんかその後チャラーメンとかこうちょこちょこ食べてたらなんとなくね、なんかもう麻痺したかな、なんかあんまり辛さ感じなくなった。なんか痛さなくなったかなって。でもね2倍辛いのがここにいるんですよね。まだ全然食べてないわ、最初の一口以来。これ最後食べたらやばいかな。でもこれ食べたら後のこれが食べれなくなりそうなぐらい辛い。ちょっと一旦挟むか。ん？あれ待って、辛くない、なんで辛くないんだけど。ちょっと待って、もうやっぱ麻痺してんのかな。もう一回壁越えた時からもう口死んでる。待って、あれか、もしかしたら冷えたからちょっとなんだろう、辛さ感じなくなった。あのね比較的冷えたらね言うほど辛くなくなるんですよ。なんか熱々の時の方が辛いんですよね。なんだろうな、香辛料って飛ぶの。それだったら冷やして食べたら全然辛くないじゃん。わかんない、口麻痺してるだけかもしれないけど。おいしい、おいしい。ちょっとカルボブルタクポクミョン美味しすぎ。これダントツで美味しいけど。今ね
2つ目の問題が発生してる。さっきまでカラソとの戦いだったけどね、今結構お腹いっぱいで戦ってる。なんか麺類膨れるな。時間かかったからかな。あとちょっとだ。でもコーラで結構来てんのかな。今までのね、大食いチャレンジ史上でね、一番今苦しいかも。あの辛さがあるから。残りチーズ。ちょっとね、今日のはしんどかった。なんか辛いのもすごいあるし、量ちょっと多かったな、やっぱ。これセカンドチャンネルちょっと撮ろうと思ったけど、セカンドチャンネル撮れない。また夜だな、セカンドは。口しんど。ピリッピリだ。見てこれ、唇腫れてないから。っていうか涙目になってない。なんか辛いのは得意だし、全然食べれるけど、これやっぱね、大量に辛いの食べると結構きつい。ちょっとしばらく辛いのいいかも。結構過酷な戦いだったよ今日。あ、飲み物すっごい飲んだ今日。じゃあ今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。